さん、こんにちは。今日は、江戸時代の庶民の食事、人気のおかずや、便利な食材調達について、ご紹介するよ。江戸時代は戦争なしで、260年続いたので、パクス、徳川アナ、徳川時代の平和、と言われて、海外で注目されてるくらい。中でも江戸は、世界的に見ても、洗練された大都会だったんだよね。すでに江戸の庶民は、外食もしてたし、現在と同じような食材のおかずも、手軽に手に入った、と言うんだけど、一体みんな、何を食べていたんでしょう？それでは早速、行ってみましょう。レミリア、今回は、江戸庶民の食事事情について、解説するぜ。まあ、江戸時代の人たちって何食べてたの？詳しく教えてよ。よし。まず1日の食事の回数は、江戸時代初期は1日2食だったけど、半ばになると、1日3食になったんだぜ。なんで回数が増えたかといえば、昔は夜の明かりの行灯に、安い魚の油を使っていたからだって。魚の油は嫌な匂いがして、部屋がすすけるから、あんまり長くともしてられなかったので、暗くなると庶民は早寝したのだ。しかしその後、菜種油が安く手に入るようになり、庶民も長く明かりを灯して、過ごせるようになったので、夜が長くなったから、お腹すくし、食事も3回になったみたい。お米は1日3食分を、朝にまとめて炊いていたんだって。なるほど。昔はいろいろ不便だったんだね。そう。江戸時代中期頃には、お米の収穫量が増えたので、江戸の一般庶民も、白米が食べられるようになったんだって。でも冷蔵庫とかないし、かまどでご飯は炊くけど、おかずを何種類も作れなかったんだよね。だから一汁一菜で白いご飯がメイン。一人三合とか五合食べていたんだぜ。へえ、お米一合って、カップ一杯弱の、180cc だっけ。すごい量だねー。うん。ちょっとたんま。え。おう、江戸時代の農民は、お米を作っていても、年貢米として納めなければいけないので、なかなか食べられなかったんだけど、江戸みたいな都会の庶民は、食べられたんだぜ。だから、白米が銀シャリというごちそうで、麦飯なんて食べられるかって、江戸っ子は言ってたという話だな。なるほど。活気が多かったわけだね。そう。おかずは白いご飯のお供という感じで、メインはあくまでも、白いご飯だったんだよね。なので、おかずは質素なものでよかったので、あとはお味噌汁とお漬物があれば、上等だったんだって。でも、江戸時代も中期になると、それまでは味噌や塩程度の味付けだったのが、今日、大阪から下ってきたものしかなくて、貴重品だった醤油とか、みりん、砂糖などの調味料が、庶民の手にも入るようになったので、野菜や豆などを、煮炊きしたおかずとか、少しはバラエティに富んだものが、食べられるようになったんだぜ。魚はもちろん、高級品だったので、庶民はなかなか手が出ない。裕福な家庭でも、月に1、2回くらいしか、食べられなかったんだって。なるほど。江戸市民は、猫まんまを食べてたってことかな。だな。それに元禄時代以降、お店も発展して、お惣菜なども売るようになったし。また、ボテフリという天秤棒で、担いで売り歩く人もいたのだぜ。野菜や豆腐、納豆、漬物、お味噌、醤油、しじみ、煮豆、芋の煮転がし、天ぷら、うなぎのかば焼き、他には薬とか、タンスまで売ってたと言われてる。そして庶民の一日の食事は、朝ごはんは、炊きたてご飯と味噌汁と漬物、お昼は朝炊いた冷やご飯と、朝の残りの味噌汁、夜は冷やご飯に味噌汁、おかずはひじきとかわかめや、野菜の煮物という献立だったみたい。おかずは他にどんなのがあったの？気になる。うん。ちょっとたんま。え。
江戸時代は何でも、相撲の番付みたいなのができたんだけど、おかず番付というのもあったんだぜ。その番付は、魚と精進料理、つまり野菜に分けられていて、魚は芝エビの殻入り、小肌大根、イワシの塩焼きとか目刺しとか、畳イワシ、マグロの刺身で、野菜はきんぴらごぼう、油揚げの漬け焼き、煮豆、焼き豆腐、ひじきの白和え、切り干し大根の煮物、小松菜のおひたし、昆布油揚げ、八杯豆腐とかだな。へぇ、八杯豆腐ってどんなお料理なの？おう、長細く切った豆腐を、醤油一杯、酒一杯、だし汁6杯で煮たものなので、だし汁と調味料を合わせて8杯で、八杯豆腐と言うんだって、白いご飯のお供になるものが多いよな。それと江戸は勤番侍と言って、藩から江戸屋敷に勤務する侍とか、職人たちも、なかなか結婚できるほどの、収入がなかったとかで、お一人様男子が多かったのだ。それに有名な、火事と喧嘩は江戸の花、江戸っ子は宵越しの金は持たねえで、家財道具とか貯金もない、その日暮らしの人が多かったこともあって、江戸時代半ば以降は、外食産業も盛んで、屋台なんかも多かったんだよね。そういう人たちが気軽に入れる、いっぱい飯屋や屋台、蕎麦屋が江戸にはたくさんあったんだぜ。なるほど。必要に応じて、外食産業が発展したってわけかい。お店では何が食べられたのかな？だな。蕎麦は江戸時代初期に、蕎麦粉と小麦粉を混ぜて、蕎麦切りという麺類として、食べられるようになったのだって。そしてざる蕎麦から、冷たい汁をかけたぶっかけ蕎麦、温かい汁をかけたかけ蕎麦、芝エビの天ぷらなどを添えたものへと、増殖したのだぜ。それに、天ぷらは、江戸時代初期は、高級品だったんだけど、江戸中期以降に、庶民の食べ物として広まり、蕎麦、寿司と並んで、人気料理になったんだって。江戸では魚の衣揚げのことを、天ぷらと呼び、エビ、貝柱、穴子、イカなどを衣につけて、油で揚げて串に刺して売ったんだぜ。だけど、人油を使うことで、火事の心配があるから、店ではなく屋台が多かったみたい。それに、うなぎのかば焼きは、屋台で一串ずつ売られていたのが、かば焼き丼が料亭で出されるようになって、高級品になったと言われてる。へぇ、お蕎麦は最初から麺じゃなかったのか。天ぷらは高級品だったとか面白いじゃん。おう、そういえば、お寿司は鮮度が命だから、元は箱寿司で発酵食品だった。でも江戸時代後期に、握り寿司ができたんだけど、庶民が屋台で、気軽に立ち食いするものだったんだぜ。ネタは炙ったりしていたし、今よりずっとシャリが多かったんだけどね。へぇ、江戸時代に冷蔵庫があったら、ほとんど現代と同じ食生活だったかも。以上、いかがだったでしょうか？江戸時代になると、結構現代に通じるおかずを、食べてたんだねー。だな、江戸時代半ば以降には、食通とかも現れて、うんちくを傾けていたみたいだぜ。なるほど、そういうのを読みながら、庶民は、ボテフリリが売りに来るお惣菜を、買って食べてたのか。そう、現代と同じだね。それに冷蔵庫がない、流通も時間がかかるとなると、生鮮食品は限られてくるけど、いろいろ工夫してたのはわかるよな。だね。ちょっとコンビニ行って、お寿司買ってきて食べるのが、この上ない、幸せなことなんだってわかったわ。今回の解説をご覧になって、何か参考になることがあれば幸いです。いやいや、もっとすごい、江戸時代の庶民の、食事事情について知ってるし、という方がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。高評価ボタンと、チャンネル登録もお願いします。それではまたね、バイバイ。